です。あ、おはようございます。今日は、はい、西区ですね。はい。もうなんか入り取るのが苦手になってきた最近。まあ入り行きましょうか。どうす。おはようございます。じゃあ今日は、はい、西区入ってきましたんで、はい、ちょっといろいろ撮っていきましょう。はい。お願いします。お願いします。ちょっと今日は真面目動画になると思います。そうですね。いやでも意外と反応いいですもんね。意外と反応いいね。結構真面目なこと。そう。もともと真面目なことで始まったからね。そうですよね。これすごいね。これちなみにこれこっちから両方撮るとこれ自宅と、はい、こっち店舗なんで、ね、これ正面から見ると、まあ、店の名前出ちゃうんであれですけど。珍しいですね。うん、珍しい。これでこうやって足バックバーッと。こういうこともできるんだよね、足バック。ああなるほど。で両方こうやって組むのもやっぱ安くできるっていうのは。で隣の家とかとも、ね、もっと密接してたら3軒同時に組んで足場が2軒分でいけるとか。あ結構あるよ。へえ、うん、じゃあうわすごいねこれ何。あ錆止め塗ってんだこれ。はい錆止め。錆止めです。今流れるんだ。あれってコテってなっちゃう。もうこっち側は終わったるんだね。ちなみに自宅であれこっち玄関これ玄関です。向こう玄関じゃない。これ玄関もう終わった。こんだけ気になるかね。ちょちょカメラマンが痛いって声入っちゃったらまずいじゃん。カメラマン ちっちゃい段差にこめちゃった。結構ちっちゃい段差でも声入れたくない。声あんま入らないよ。気をつけます。入れる感じのカメラマンなんでね。入っちゃったね。これもほら、これまあまあ古いって言ったら失礼だけど、汚かったと思う。うん。いやいや、こっち見たら分かるじゃん。大体築年数は同じぐらいでしょ。結構、まあ、っちの方が立ってる感じですよね。うん、まあ1回目の塗装かなどうか分かんないけど。それもう乾いてるんですか。うん、これ2回目かもしれない。前塗ってるかもしれない。これ前塗り替え1回してあった。はい。塗り替えしてあった。前1回してあった。初めてやった。見た感じ。一回塗ってやった。もともと綺麗でしたね。あ、まだ一回塗ってんの。画面に塗ってんの。僕今日ここ初めてです。え、こっちは初めてだな。はい、あ、今中塗り中だ。結構ね、細いで大変だな。まあ、そのところローラーで塗れる。いけます。え、いけます。いける。はい。そう、ただ養生が大変だな。そう、狭いし。そうですね。そうすると二重とかも塗れないもんな。これ大変だな。ちょっと上上がってみる。あ、いいですね。上がれる？上がりますよ。ちょっと見ておこうか。もうこの社長が登ってく絵がもうこのここ視聴率上がると思う。どうなんすかね、動物動物動物的に登っていくみたいなのが。そう、危ない。安全帯しろよって怒られる。本当ですか。カメラから置こう。あ、じゃあちょっと持てます。あ、もう僕ちょっとここら辺から向こう側行ってみる。はい。結構大変だよ。よし、カメラもらおうか。洞窟の中を気をつけてよ、気をつけてよ。映してる、映してる。え、ちょっとカメラマンが映っちゃう。カメラマンが映っちゃう。やばいやばい。これ使われるわ。使われるけど、カットするの自分なんでしょ。そうですね。美味しいところはちょっと乗せといて。ちょうど隣と両方見れるで面白いんだけど。へぇ、雨でもこれ全部塗ってんだよ。はい。あ、本当ですね。結構綺麗でしょ。綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。綺麗になるんだろうね。これ目地は元々の目地ですよね。目地って何。目地っていうかあの柄というか。あ、柄はそうそう、柄はそのまま出てくるよ別に。たださ、3色とか2色になってるあのサイディング、あの外壁サイディングっていうのはあの多彩色っていうか、いろんな色で塗ってあるでしょ。はい、あれは一色になったよね、こうやって。一色でしょ。これ二色で柄みたいな感じは無理。うん、でこれサッシとかはちょっと汚いんですけど、もうちょっとこれ掃除しなんだけど、うん、これも塗れない。まあ、塗ろうと思えば塗れるけど、うん、あのそれ専用の塗料があるんだけど。なんかここすごく綺麗ですね。でこれすごいよね。ちょ見た目がね。うん、見た目こっちが終わっとってこっち。これちなみにまだ中塗りで終わってるから。あ、そうなんですか。上塗りかけて。ここはもう一回塗るね。これ。へえ。うん、これだね。近づくと分かるわ、多分カメラよーく見ていくと。後ろバックするの気をつけてよ。よーく見ていくとさ、透けてるとこある。まあ中塗りだで、ね。まあこういうのもそう、こういうところ、これ透けてるじゃん、ミスの。はい、これやっぱ一発しか止めてないと、これやっぱこういうとこ見りゃ分かる。
はい、あの絵の具とかプラモデル塗るときもそうでしょ、角が、うん、なんかね、あんまちょっと近いわしゃべりづれえわ近いわ、これぐらいの距離だったね、ちょっと動画ってカメラからしかみんな映ってない、これぐらいの距離だったからちょちょ、なんか当たるんじゃねえかみたいな、もうちょっと遠隔を映してる、そうですねで、まあでビスとか、まあ、こういう、うん、こういう、まあこれ、うん、こういうとこも出てるよね、ちょっと透けが出てるよね、で結局プラモデル塗っても、おもちゃとか塗ってもそうでしょ、うん、やっぱ膨らんでるところとか塗料が乗りづらいじゃん、うん、で2回に分けて塗るでしょ、うん、だからこういうのがやっぱりね、透けてる、でこういうとこも分かるかな、これ透けてない透けてないあんまり案外止まるっていうんだけどこれ、まあ、色も止まりやすい色、うんうん、錆止めからよう似た色じゃん、うん、でそれが透けっていうやつだね、これビスとかも全部透けてるわやっぱね、でこういうのも全部止まってくるもんね、色は2回塗るから本当は耐久力がめちゃくちゃ変わるかって言ったらそんな変わらないんだけど、うん、結局紫外線劣化じゃん、まあ、ただ肉厚が薄いもんで、まあ、劣化が始まった時にすぐ下地が見えちゃうっていうのはでまだらになるでしょ、なんかもうね、それはあるけど、そんなにじゃあ1回だから耐久力が落ちるのかというか、もうそこまでめちゃくちゃないんだけど、なるほど、もう透けてるから分かる、なんかもう分かりやすいじゃんって言うかもけど分かりづらいな案外止まってんなと思って、止まるっていうのはその色がもうちゃんと乗ってるねって、あなるほど、こういうちょっとボコボコしたとこが透けて見えるとか、うんうんうん、乗り切らないんだよやっぱ、1回に乗らないもんね、ははははは、いやしっかり濡れてないのが、ここなんかそうだよね、透けるっていう、まあ、急いたらこういうところって、はい、ボコッとしとるとこだけ出てくるははは、これちょっと違うな、上のやつがなんか、止まりきらない、なるほど、プラモデルとかもなんか分かるかな、まあ、プラモデルで例えが悪いけど、あこういうのなんか本当にそうじゃん、こういうのだからと尖ってるとか出てくるでしょ、はあはあはあ、でペンキって塗ってもそうじゃん、うん、そんなに何ミリも乗らないじゃん、うん、あの液体だから、でこういうのもそうだよね、やっぱすぐきちっと止まらないじゃん、でもこれ一回塗ることで何回も塗ることで、乾いてから塗らないと意味ないでね、うん、濡れてる時に塗ってもその乗りきらないじゃん、なるほど、乗るっていうのはその乗らんと透けが出るのね、うん、肉厚がつかないと、で結局まあうちのその営業さんって、まあ、アドバイザーって言われてるのは、はい、見積もりマン、うん、営業マンだね、いわゆる、うん、それで見積もりして、まあ、お客さんからうちは依頼が来たやつしか行かないんで、基本的にはじゃあこっちから営業することはもうないんですよ、まあ、ないんですよって敬語使ってなんか仕事モードみたいになっちゃったけど、ないんですよ、ないんですよ、ない、なんか営業トークみたいになっちゃったけど、あの本当にまあまあこっちからはもう基本行かない、はい、問い合わせがない限り行かないし、問い合わせがあっても行かないから、うん、問い合わせがあっても行かないっちゃおかしいけど、まあ、その質問とかではまあ変な営業かけない、うん、質問とかよくあるんだけど、うん、それがまあ見積もりマン、営業マンね、うん、でその契約決まった後には今プランナーっていうのがいて、うん、あのプランナーっていうのはまあ色決めたりだとか工程決めたりとか職人の手配したりとかで現場の間に、まあ、こうやって今日はこっち寝るんで洗濯も干せないですよとかそういう段取りマンがつくんですよ、うん、で段取りマンが、まあ、最後こうチェックするの、うん、であこれ透けてるから塗り直しなさいとか、まあ、これは絶対通らないよね、まあ、これはまあもちろん1回しか塗ってないから、うんうんうん、もう1回塗るんだけど、うん、あのこれは絶対通らない、もう分かんない、これ通してたらバカ野郎だけどねまあ見えないからいっかとか言ってたらそんなに言ったらそれは ない、もううちの営業マンとかプランナーそんなこと言ったら聞いたから、うん、そこ電線気をつけてね、はい、あ、これ電線なんすか、電線です、電流、あ、やばいやばい、いやいやいや、これ皮膚ついてるでいいけど、なるほど、皮膚ついてるとこになかったらじゃあ本当に即死だよ、いや、やばいっすよ、いや、いいじゃないっすよ、いいじゃないっすよ、これじゃあ、あれだよ、これ電流じゃない、電線じゃない、いや、あの電話のあれか、あのネットの線か、なんか気をつけないと、そうです、電気の線は全然違うし、あのカバーして、まあ、出てくる、なるほど、これはもう全部これ養生してるんだな、あこれな中にもあの絶縁巻いてるでしょ、あ本当だ、絶縁テープ巻いてるの、はいはいはい、もう送信と、ほらこれちなみにほらこれ向こうから、あ本当だ、あ怖い、これいや中部電力にがやってくれてるの、あなるほど、多分ね、ここから向こうはここからこれやってるよ、中部電力がやってる、でこれはもう触ったらアウトだよ、いや皮膚が巻いてるから本当は大丈夫、うん、大丈夫だけど、まあちょうどいいね、
ちょっとごめん、話戻る。これ透けてるでしょ。透けはある。急に出てきた。ごめんごめんごめん。なるほど、透けな、これが透けなんですね。俺この格好してるし、社長なんだけど、こんな格好してるし、喋ってることも支離滅裂だし。いや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 。ちょっとまずくない？いや、大丈夫。大丈夫？大丈夫？はい。大丈夫？意的にちょっと、もうこの会社で塗装いないじゃん。いや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 。社長これだったらまずいね。いや、社長しっかり仕事してんなって。ある意味寝ろ。そこだってもうこれすけ、ま、鉄だで特に乗りづらいから。ああなるほど。そうそう、これは違うよ、塗り残しだよこれは。はいはい、これ塗り残しミスだけど、はい、でまあこういうのはやっぱすけが出ますよっていうのが、まあそうだよね。なるほど、透けてるよね。これが2回塗ればすけがなくなってくるよってこと。これはやるのね。これはもう多分2回塗ってるね。これあ、綺麗ですね。いや、これはもう全然肉厚が違うじゃん。あ、違います。もうなんか本当だ、ちょっとカメラで回ってても、まあ、カメラで分かるか分からんけど、あ、でもなんかもちっとしてるでしょ、うん、してます、ね、もう一発と二発って全然違うんだろ、うん、違う。やっぱその素人の人って見て分かんないよって言うけど、もう分かる、うん、俺もそんじゃ素人かプロかって言ったら素人、うん、いや、感覚で、ああのそのなんかじゃ見方があるとかじゃなくて、もうパッと見て分かるでしょ。しっとりしてますよね。え、しっとりしてる。あ、うん、うまい、上手だ、さすが一般の人。さすが、ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあそんな感じだよね。ちょっと真剣さですよ。ちょっと頭いたいや、俺の方がすごいリアクション取っちゃうじゃないですか。ここに入ってから、あ、じゃあここ足も上がってるって言われました。で、これよくやるのはまあ、一般の人だったら、もし、あれ、もうちょっと前、これ一般の人がよくやるのは、これベランダもこれ、あの屋上のベランダ、うん、屋上じゃない、これ何ちゅうの、ベランダのベランダ、ベランダのベランダ、ベランダの屋上のベランダじゃなくて、ベランダの防水、うん、防水、ああ、これ FRP 防水って言って、これ FRP なんですよ。へえ。で、これをまあ上からトップコート塗るんか、うん、FRP の繊維みたいなもう一回引いて、でそこから樹脂流して、いや、もう既存のものって、それで結構するな。へえ。あの繊維流流すって引くみたいな感じだね。うん、マットみたいなやつ、あの FRP ガラスマットとか、ガラスマット引いて、樹脂流して、うん、するとまあまあ結構くくるでしょ。だって一人で3日かかりゃ、まあ、そんだけでね、まあ、2万円ってことないで、ガソリン代とかもあるし、2万5千円としても7万5千円でしょ。うん、材料代がまあまあそうするもんね。そうするとまあ結構してくるわ。うん、だけどトップコートだったらもう1日。うんうん、でもトップコートっていうのは基本5年しか持たないから、なんか喋りすぎてちょっとハーフ出してきたなんかね、さっきからなんか動画解説が、動画解説ね、ちょっと真剣に喋ってるでおかしいけど、この塗装の塗装やだね、これさすが、やはり、ね、でこっちは、あ、これ面白いじゃん、これちなみに練り分けどうでしょ、こっちの色と髪の色違うじゃん。本当ですね。でベランダだけちょっと変えてんだ、ことは色が違いますね。そうクリーム色というか、うん、なんだろうね、これこれは小学校のパンツなんかみたいなやつ、こういう色じゃない？あ、じゃあ、塗装屋さんですか？そうです。あ、親方。あ、すみませんすみません。あのお客さんからね、はい、あのハーフをちょっとうち隣のもんですけど、あ、残機なんですか？あ、お願いします。名刺交換お願いします。一応社長です。これ YouTube 撮ってるんで、ふざけてますけど、ちょっと僕今名刺持ってないですけど、あの残機頼めんですか？バンキーさん全然おらんですよ。うん、うちもあの今忙しいもん、職人さん自体がね。小林です。ええ、頼めないですか？忙しいですか？やっぱ今忙しい。もうどこも、うん、これ撮っといてよ、これ。いいんか？あ、YouTube 出ていいですか？あ、YouTube 出ていいですか？YouTube 出ないほうがいい。まあ、もう何かかったらいいですね。うん、社名、これ社名がこれです。なんかもうバラシミとバラどうなるから。プロですね。めっちゃ見せるめっちゃ見せるすいません、ありがとうございます。お願いします。こんな格好ですいません。YouTube あの YouTube 撮る時だけこれこんな格好だ。わかりました。モザイクかけておきます。じゃあちょっと、じゃあ下行きましょうか。締めだね。いろいろ撮って、なんか俺結構ぐるっと回って動画撮ってきたけどあんま進んでねえな。何も入ってはいない。まあ、結構手間食うかやっぱこういうとこは。もうちょっと太いハケみたいなのがあるといいんじゃないの。変なローラーじゃなくて。そうですね。大きいハケないの。大きいハケありますよ。どっちがいい。ちょっと
社長のピコピコハンマーの貸したらこうね。おばあちゃん、また湧くやん。やばいやばい。また YouTube 湧いちゃう。やばいやばい。こいつ舐めてんの。いや、俺が。一応社長だから。一応社長だからね。湧くけど。何も知らねえなって言ってるけど、知ってるから。はい、湧いちゃうから。ゴリラとか有名やめて。ゴリラ本当に傷ついた。切実な。切実にね。ちょっと。ちゃんとね。まあ、今日、まあ、ちょっと真面目な解説しましたけど、はい、あのお客様でもあの、ね、うん、職人さんでもあの動画面白かったらあのぜひチャンネル登録はしてほしい ね、 そうですね。反応があるっていうのがやっぱ一番楽しいん で、 そうです、ね、動画撮ってて、はい、ねえ青木、はい、自分の映ってる動画で視聴率が高いんだ、嬉しいよね。何をまずいやらしい顔ないけど、あれ変な顔してんだけど、なんか微妙な顔してる。嬉し恥ずかし恋の味みたいな顔してんだねお前。じゃあね、じゃあみんなでこっち見て、じゃあ最後また見てね、言ってね。じゃあせーの、映ってるみんな。映ってます。せーの、また見てー。サンキュー。